ニコニコ動画 VS YouTube 3グランプリ目の方を始めていきたいと思います。やーどうもトリッピーだ。ということで今回はなかなかにニコニコ勢が上位に行きそうないいコースじゃねえか。やってこうぜ。ここでこの3グランプリ目で俺たちは、おっと誰かが死んでいる。俺たちは絶対に花を咲かせる、人は吹かせてやる。さあ前にいるのは義賊、絶対に潰す。ほら、いやー間違えた、ダートを噛んでしまう。義賊さんのお尻のバナナを生贄に俺はダートを噛んでしまう。大丈夫大丈夫。でも俺ね、さっきの今までのレースで気づいたことがある。俺は確実に行こう。さあ前にいるのは綾野戦士川添。俺はねあれがいいことに気づいたぜ。自分の仕事をするべきなんだということにやっと気づけた。ただショートカット、これ大事。さあセピア3位に出た。さらに前に出る。そして取られたかテレサに。これはいや違う、ファイアーボールは取られてない。オッケーオッケー、これ大事。いいよいいよいいよ、セピア3取りで守るよ、守っちゃうよ守っちゃうよ。今俺は真ん中に出ると言ったら、あ待って、1位のぼうさんだなこれ。1位のぼうさんだなこれ。1位、あ違う、2位がのぼうさんか。1位義賊さん、2位のぼうさんかな。オッケー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 、大丈夫大丈夫、落ち着け。相手は取れないか、大丈夫。これはとりあえず頑張ってもらおう、頑張ってもらおう。前に後ろ、あーっとここでセピアにギガ。くそ、ノブオが前にいる。あいつだけは絶対にやらなければならない。待って後ろは、お、ブーメラン来てる、危ねえ。とりあえずこれじゃのぼうさんに投げとく。違う、ピクゾーだ。あ、待って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 、いや大丈夫、ビクゾーン今のは違う、今のは俺からの試練だ。そうだ、ごめんマジでごめん、違う違うんだビクゾーン、違うビクゾーン違うんだ、バレてないこと。ああごめん、俺テンパ、あーテンパス、よっしゃ、果たすことだろ。ほら、お前の背中を借りるぜ。俺は自分が陣を良くして先輩じゃないように見せる、それが大事だ。ああ、俺信夫さんかと思ったんだ、ごめんよ。二人とも早いから見間違えたんだ、許してくれ、陣許してくれ。あっビッグゾーン、あとでビッグゾーン視点を、あとでビッグゾーン視点のあの動画を見に行ってコメントで、いや今のはトリッピーじゃなかったよってコメント書きに行こう。よーし、切り替えていこう。つうことで、サンシャイン空港は、今回3グランプリ目は、俺の好きなコースが選ばれている。これは俺に勝てということ。そして、俺は自分のことを過大評価しすぎないことも、ちゃーんと分かった。今、2グランプリ走って、俺はね、自分の適正な位置を見極めた。俺が目標にするのは6位だ。6位で揉まれながら、確実に YouTube 勢をこのように仕留めていく。落ちたぜ、エロ豆先生よ。エロ豆先生落としていく。そう、俺に課された仕事はそれ。それでいて、11位とか12位とか、アイゴリと2つで2個セットみたいな、そういうお荷物位置に行かないこと。それが一番大事。さあ、ここら辺。そういうことができたら、少なからずとも、いける！ 2 個持ち、2個取り。さあ行くぜ。何がこれ、キノコ3つ。オッケー、YouTube 前に2人いるな。ここ砂ぞみさんの、それ怖いから、そのまま行くぜ。ほら、よっと、前に出る。さあ、のぼさめ、7位。いいよいいよいいよ。こういう位置につけるのいいよ。クラクション。さあ、クラクション。クラクション。こいつ誰だ、あ、デイジーわかんねえ。あー、わかんねえ。誰あー、やっべ、わかんねえ。あれ、でも、なんか YouTube 勢だった気がする。パーン気になったー。なんであいつキングテレスじゃねえんだよ。ふざけんじゃねえよ。キャラ変えてきて翻弄するんじゃねえよ。許さねえ、俺を翻弄しやがって。2グランプリ目、キングテレトで走ってたじゃねえか。いや、抜かすしかねえ、抜かすしかねえ、おら行け、あー、届かねえ、くっそ。あ、こさ、待て、アイゴリだろ。もうマジでもう味方ファイヤーは絶対にやめよう。これは、アイゴリを信じる。砂溜さん後ろいるな、保持だな、これは。おっと、赤コロ飛んできたな、ミラクルエイドだな、多分後ろ。オッケー、砂溜さんが、おっと、砂溜めさんが終わったら撃つ、終わったら撃つ撃つ撃つ、よーし、オッケー、なにー、クラクションか、後ろの、くっそ悔しい、いける、これはいいぞ、よーし、ナイス、気づけ、
てめえ俺にクラクション当てた罰だよ。分かってたんだよ、なんとなく。左側の義賊さんがクラクション持ってて、赤さんだ撃てって言ったの。義賊オーブね。あいつはなかなか俺のことを怒らせるのが上手だな。さあ行くぜ、夢を乗せよう、夢を乗せよう。8、まあ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 、肌すごい1、ビグゾー1、間違えた、あ違う。肌すごい1、あでもでもいいぞ、でもいいぞ、でもでもいいぞ。パックンスライダー、ここもなかなかに、本当に今回サングランプリ目はマジでいいコースが揃っている。さあ絶対にここ負けるね、ここで負けちゃいけねえ。あとは柵に気をつければいい。さあ行こう。まず最初の方は確実に揉まれながらも、揉まれながらもアイテムを取る。ほいよっとアイテム取り。さあいいぜ。そしてキノコで加速。まだ落ち着け。川添さんが誘惑バナナ、川添さんの光のご風景をしっかりと見ながら、おっと気をつけな、俺に当たると甲羅に当たるぜ。あとセピアさんに危ねえから、ちょっと俺右走ってあげよう。右走ってあげながら、おっと後ろ、これはぶつかってきたやつがいるぞ。悪い、それは俺がごめんな。おニゴニゴだったらすまんと言おう。コイン取りなかったけど、コイン取れなかった。とりあえずここでアイテム2個。いやーキノコここ走らなきゃよかったかな。いやでも大丈夫、キノコ来る。よし来た、神、これ大事、ここ大事。さあ6位5位、まだまだ順位上げれるぞ。3位、2位、いいぞいいぞ、危ない、避ける。で1位誰だ、これマリオ。後ろセピアさんいるな、大丈夫大丈夫、落ち着いて。2位、いいよ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 。ちょっとこのままだ、総力で1位の人離されそうだな。焦げとか来てくれねえと。あと後ろの肌底とか、待って、1位がニコニコの可能性あるぞ。待って、トゲ来てる、トゲ来てる。俺はいいの走ろう。いい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 、おっとバナナ、バナナいい、いやらしんご、いやらしんご。これキノコどうしようかな。おっとバナナ、これ敵だな、来たーロボさん。おらおら、ここ待て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 、ここでこれやる、やる、よしよしよし、来た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 、やった、いっ、あごめんごめんごめん、うっそマジで、うわマジか。何をやってんだ俺、ロボさんやることしか考えてなかった。俺はバード行きまくり。待て、貴族のあれやばい、貴族のあれやばい、貴族さんのあれやばい。待て待て、俺3位でしょ。よしよし、オッケーオッケーオッケー、赤つぶし赤つぶし、これね、なんだかんだで大事だから。あれ、いや大事じゃなかった、待って、今の何、待って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 、でも大丈夫、まだ大丈夫、上位いる、上位いる、ファイヤーをやめて、焼き鳥はやだ、焼き鳥やだ、まだ上位、まだ上位、まだ上位、上位上位、まあいやいや、ビクトリー行け、ビクトリー、お前行け、お前行け、お前は行くんだ、お前、お前が行かなくて誰が行く、なんでやられんだよこの野郎。ちょっと相手に、そんな、そんな、そんな、ちょっと俺2位だ、2位だったんです。ちょっと待って、本当に結構いい順位、ちょっとおい川添さん、もうおう、バンミーミー。なんでめっちゃいい、めっちゃめっちゃ良かったのに。そしてこのレースにふさわしいレインボーロードが最後の最後に来ましたと、本当の本当にファイナルです。さあみんな頑張ろうぜ、やっていくぜ。まあ、このレースで俺が1位を取ったらニコニコ優勝ってことにしてくれや、よろしくな。さあ確実に大丈夫大丈夫、まだまだ大丈夫。でまあ、あ、痛い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 、落ち着いて、紫玉、おっと、それのベイブレードいらねえ、そのベイブレードはマジでいらねえ。落ち着け、コイン6枚でしょ、ここはイン走るよ、イン走って、イン走って、アイテム2個、アイテム2個、アイテム2個取れなかった、そっちがアイテム2個、ただ、スター、これは、エアファイヤー、おい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 、パンミミさんよ、おい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 、パンミミさんよ、てめえは俺を怒らせた、てめえは俺を怒らせた、俺を怒らせた、あっと危ない、エロノメさん、エロノメさんやろう、まだスターかー、光をもらいたい、そしてスターに引かれそうになるから早めに行こう、怖い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 、逃げる逃げる逃げる、逃げたのに逃げられなかった。しかししかし11位だろ、11位だろ、まだ大丈夫だ、まだ大丈夫、何かある、何か起こせ、何か起こせ、俺が起こせ、
俺が起こさない、誰が起こすよ。待ってくれ、待って、隣にビクソーじゃない？やばいな、これ。本当に揉まれてる。みんな揉まれる。みんな揉まれる。わーっと、今のビクソー気にしないで。気にしないから、俺が。俺は気にしないから。ビクソーも気にしないで。あー、もうちょっと、本当にもう。11、ダート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 。あー、踏んだり蹴ったり、踏んだり蹴ったり、踏んだり蹴ったり。のぼうさん？なんだ？やばい、やばい、何が起こってる？このレース一体何が起こってる？誰が一体一応ってるの？義足さんかな、あの骨クッパやべえな。ここでなんかこれさ、前ののぼうさんとさ、ビグゾさんが走ってるイコール俺これ2位、3位っていうことでいい？これ3位っていうことでいいよ。あっと、誰が落ちてった、誰だ、やばないこれ。さ、前に江戸豆さん、なんか夢を乗せてくれ。何か奇跡が起こってくれ。奇跡が欲しいんだよ。実況来たー、サンダーからの来たー、来たー、ゴイ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 、3位、そう、見た、ユリノボソがいる、ノボソがいる、うわー、違った、ノボソがない。いや、しかし、あ、これは抜けねえか、これは抜けねえか、いけ、あそこに投げてきそう、うわー、危ない、よー、4位、いや、夢乗せた。あー、惜しい。サンダーキラー来たの強っ。見て、7位。あ、目標ならず。目標の6位なら、あ、パンミミさんに負けた。あー、でも、川添さんと愛の選手が。あー、川添さんよ、二神のお荷物役は任せるよ、君に。俺、アイテムだけなんだよな、最後。でも、それがマリカのいいとこだから。うん、何が起こるか分かんねえのがマリカだから、うん。あそこでキラーとサンダー引いたのは俺の実力なんだよ、結局のところ。惜しかった。惜しかった。はい、ということで、結果発表です。サングランプリの合計点数が出ました。果たしてどっちが勝ったのか。どっちなんだ、全くわからんぞ。まず YouTube の点数の発表です。 YouTube は524点、そして我らがニコニコ動画の点数は452点。つまりこれはどういうことか、数字を頑張って入れ替えたら引き分け。見苦しいな。はい、ということで今回は、YouTube 側の圧勝でした。おめでとうございます。これは悔しいです、本当に。サングランプリ目の合計点数完全にお荷物でございます。本当にすいません。マリオカート8ね、やっぱあんまり最近やってなかったのがね、そのままね、点数に出たっていう感じはしましたね。まあ、元々のそのゲームセンスっていうのももちろんあるんですけれども、まあ、何よりも最近やってなかったから、ブランクみたいなのもね、ちょっと感じましたが、やっぱりね、マリカやったら楽しいわ。すごく楽しくできました。まあ、機会があったらね、これからもマリカ走りたいと思います。ということと、もう一つだけ。YouTube であれ、ニコニコ動画であれ、僕たちはゲームを喋りながらやり、ネットに上げるという、とてもとても奇妙で珍しい趣味を持っている仲間です。これからも仲良くしてください。よろしくお願いします。YouTube の皆さん、よろしくお願いします。はい、ということで、今回はこれぐらいで終わりでございます。じゃあな！あ、あとそういえば、もう一つ、今回参加してくださった、エロ豆さんが、とてもとても素敵なイラストを描いてくださいました。ありがとうございます。大感謝でございます。ありがとうございます。素晴らしい。皆さん、ツイッターのフォローいくように。じゃあな。